とね今、あの丸川委員の質問の中で、ですね、えー、ちょっと趣旨を確認したいんですが、あ今回のその書き換え、まあ、改ざんですがね、ね、えー、証人の答弁に基づいて、えー、それに合わせるような書き換えが行われたというような趣旨の丸川委員からの質問がありましたが、これはそういう経過でよろしいわけですか。佐川 あの丸川先生、丸川委員の,あのご質問は、その財務省の理財局長がそういう答弁をしているというようなお話だったと思っておりまして、私がのご答弁申し上げましたのは、その財務省の調査が今、どういう状況で行われているか、全くあの存じておりませんので、それに基づいてその理財、現在の理財局長が答弁されていることに、ちょっと私がお答えできる立場ではありません、それと今の委員のご質問ですと、その経緯,経緯でございますねその経緯につきましては あの先ほど来、尋説明してますが、この書き換えられた決裁文書にえ関わる話でございますと、やっぱり私自身がそこにそのどう関与したかとか、いつ決裁文書を認識したかとか、そういうことに関わってまいりますので、今、私、捜査を受ける身でございますので、刑事訴追の恐れがあるということで、先ほどもですね、今回も、そこの経緯につきましては、ご答弁を差し控えさせていただきたいというふうに考えてございます。 ああ君ではね、えー、まず、その証人が答弁するときですけれども、これは当然あの、財務省の見解なり事実をです、ね、答弁するということで、客観的に慎重でなくてはならないということで,です、ね、常に大体、えー、答弁するときにはです、ね、事前に役所の中で、想定問答集、あらゆるの角度からあいろんな質問があるということを想定して、想定問答集というものを用意して、 その上でですね間違いがないよう答弁をするというのが実際の実務なんですがで実際も証人も答弁されるとき、ねえー、分厚い想定問答書と思われるそういうい資料に基づいて答弁されておられたわけですけれどもこうしたこの森友関係に関する答弁についてですね当然、証人の答弁は事前に、えー、財務省内あるいは理財局内でですね えー、皆さん集まって、想定問答をして、協議して、えー、答弁内容を決めてきてから、その内容に従って答弁していたと、こういうことでよろしいわけですね佐川省あの基本的に国会答弁を事務方 局長がする場合には今委員がおっしゃったようなことでやっているわけでございますし、えー、私も昨年、基本的には部下職員がその質問通告を受けまして、それに沿ってある程度答弁を書いて、その上で私に渡して、私が読み込むという、そういう作業でございました。ただ、委員ご承知のとおり、昨年、例えば予算委員会、この 7時間コースだと、そのほとんど、その全員のご質問者の方が、森友の質問をされるというような、そんなケースもあったように記憶してございますが、そういう意味では、本当にこのなな、何十問なのか、その100問超えるのか分かりませんが、そういうような答弁、あの質問のお数だったと思っておりまして、まあ、事実上、間に合わないケースもございましたし。 明け方、読み込んではきますけれども、えー、きちんと読み込めてないケースもございましたし、えー、そういう意味ではあのー、基礎的な資料をいつも私はこう傾向して、そういうものに基づいて答弁をしたこともありましたし、えー、そういう意味では、通常のこの数ーをというよりあ、失礼しました、数ーをということでは、えー、状況は違っていたということでございます、失礼しました。 まあ、あの私が質問したかった、あるいは言いたかった趣旨は、ねえー、証人が答弁を間違えたと、それに合わせたということではなくて、えー、答弁自体の内容がです、ねえー、部内で十分協議して、えー、行った上での答弁ですから、あ答弁に合わせたんではなくて、答弁内容を決める部内の協議の上その協議自体がです、ね、そもそもお改ざん方向の資料と合致していたと、こういうふうに考えておるわけですが。 この指摘についてはいてかかがですか佐川証人、えっと。基本はあの答弁書に沿って答弁をしてございましたが、今ちょっと委員おっしゃいましたようにこう、それぞれ協議をしているという、そういう余裕はもうございませんでしたので、えー、各う原価が書いたものを局長室に入れていただいて、そういうものを読み込んで答弁をしていたということでございますし、その答弁では答弁しきれないような答弁もあったということでございます小川俊夫君。 いいやいや協議してる暇はないって、だって役所の答弁は全部協議してね一、一言一句間違いがないように作り上げてきて答弁するもんでしょう、まあ、次に質問しますがね、またあの丸会の中でね、えー、官邸の指示がない、総理の指示はない、えー、いろいろ指示がない、指示がないというお話をいただきました、指示という言葉ではなくて、ですね協議や連絡や打ち合わせはどうですか。佐川省人 今回のこの理財局で、えー、その書き換えが行われた決裁文書に関しまして言えますれば、えー、指示とか、今おっしゃったその協議とか、その相談とか、そういうものございませんでした。例えば、国会答弁は、ですね、えー、総理大臣の答弁もあります。 そうすると、総理大臣の答弁にあたっては、ですねこれは直接の担当部局である財務省理財局の方も、ですねその答弁の打ち合わせ作業に加わるんじゃないですか。佐川省人、はい、あの森友学園問題ですと 財務省あの国交省、文部省といろいろ各所関係してございましたがあの財務省に関する総理答弁あるいは大臣答弁ということでありますればそれはもう理財局で起、えー、案を作成をしましてでそれを、えー、大臣室なりあの総理官邸に、まあ、基本はあの入れるというか届けるということだと。 でありますけれどもただ、今回、極めて実務的な案件でありましたので、えー、そういう意味では、どういうその契約とか、そういうような話については、基本的には私の、当時、局長だった私の答弁の、まあてんですかね、抜粋と申しますか、しかし、少しこう簡略化したようなものを、それぞれあの大臣や総理にはご答弁をお入れたということでございます小川敏夫君。 だからそれは一方的に答弁を入れたんではなくて、ですねやはり官邸側の担当者とも、その答弁の内容について、協議、打ち出す予算ということじゃないんですか。佐川 まあ答弁作業はあの、そういう官邸の秘書官とか、大臣秘書官との打ち合わせ、まあ、局長はやりませんので、多分実務的には、えー、その課長とか、そういう人たちがやっていたというふうに思いますが、ただ、翌日あの、私自身は、その理財局が作成した答弁は見ておりますので、えー、そういう意味ではあの、総理答弁とか大臣答弁も、まあ、私が答弁する内容の、まあ、ある種、部分的なというか、抜粋を、その政治家としてお答えいただくような話についての答弁があったというのが、私の 小川敏夫君あの。あなたはね、総理夫人の影響はあると思っていないと、このように証言されました、ただ、昨年の3月23日の籠池さんの証言、それから、それにその時期にですね、えー、谷冴子さんがですね、籠、えー、池さんの要望事項を、理財局に伝えたということがございました。 あこの谷佐弥子さんのです、ね、この要望について、承、え、認、ー、はどのようにお考えですか佐川承認。昨年、そのファックスの話が国会で随分ご議論になりまして、私はあのそのときにその谷佐弥子さんから、えー、電話を受けた当時の理財局の室長。 そのときの、あすみません、長くなります、短いますが、えっと、室長の話は、要するに社会福祉法人に提供になっているような長いやつを、学校法人にも適用できないのかという話が中心でありましたということで、その他については、まあ、一般的なお答えを申し上げましたというのは、当時の室長からのお答えで、それを私は国会で答弁をしたということでございます小川敏夫君。まず、谷口彩子さんがですね、 昭恵夫人の秘書だということは当然、ご承知ですね佐川省人あの、えーと、当時の室長は知っていたようでございます、はい、小川俊夫君。で、えー、室長お、すなわち田村室長は認識していたということですね。はい、そうすると 秘書が何か要望してくる、要望事項を伝えてくるということは、ですね当然、秘書が仕えている方、今回で言えば昭恵夫人の意向を踏まえてではないかと、誰しも思うんですが、あその点について、田村市長はどのように言ってましたか。佐川人、はい、あの私がにに確認した時にはその先方谷さんから お電話をいただいて、その質問についてお答えをしたということが、その室長の意識でございましたので、何かそのとき、私への報告でその総理夫人がとか、そういう話ではございませんでした小川俊夫君。谷さんがですね、籠、えー、池氏の要望事項を伝えた、あその文面にはですね、買い取り価格がべらぼうに高いんだという籠池さんの要望事項が入っておりました。 そうしたことも谷秘書からです、ね、田村市長に伝えられたと、こういうことでよろしいわけです佐賀少人、えっと。ちょっとどういう会話を具体的にしたか、あの大変申し訳ありませんが、承知してございませんが、あそこのファックス、その谷さんがあの香川池さんに送ったと言われているあのファックスは、私も当時読みました。そそののにはあのその定期 借地の話とか、有益費の話とか、えー、その工事の予算化の、工事をやって予算化の話とか、そんなのが4つか、ちょっと忘れまし5つか書いてあったというのは、自分の意識でございまして、何かその個別にどういうその田村が、田村室長がそのやり取りをしたかというのは、そこはちょっと承知して小川俊夫君。その籠池氏がですね、えー、書いたあ手紙、要望事項等はですね、えー、書かれた手紙、 これらのコピーがですね、種さんから田村市長に渡されたんじゃ佐川証人あの。私が当時の市長から聞いたのは、電話を受けたとで、電話で質問を受けてで、電話で答えたということでございました小川俊夫君。 まあ回答してみるとね、電話でのやり取りで、あれだけの文書がまとめられるかというほど、非常に精緻なあ回答内容なんですがね、えー、籠池氏の、そのがどういう具体的な要望だったかということを示すには、ですね籠池氏が書いてきた手紙を、ですねコピーを渡して説明すれば一番簡単なんですが、田村市長はその点についてどこにしてたんですか。そういうい要望事項は電話で 聞いいただけだけととうことなんですか佐川人あの私が聞いたのは、もう電話の受け答えをしたというのを聞いてございますし、それから昨年私、私、ご答弁申し上げましたが、そのこの谷さんが書いたと思われるその返事も、実はあのいくつかあの間違いがございまして、あの事実務的な話でございますが、そういうことも答弁をさせていただいたところでございます。 当然この問題について、あなたは答弁者として答弁したわけですから、答弁に先立って、えー、田村室長をはじめとして、ですね答弁の内容のすり合わせは行っているわけですね佐川証人、はいあの。田村室長から聞いた話を、その答弁書に書きまして、それでそういう答弁をしてございます小川君田村室長は、谷さんからの要望をですね、 電話で聞いただけだと、こういうふうに明言してたんですか。その要望事項について、手紙のコピーだとかですね。文書では、要望を、お事項聞いてない、受け取っていないと。こういうふうに明確に説明してたんですか。佐川証人。あの、そこまで私も確認しませんで、今の委員がおっ,おっしゃっていただ、おっしゃるのは。あの田村が、田村市長が。 谷さんからそのファックスで別途要望書をもらってるかとか、その手紙でいただいてるかとかって、そういうことだろうと思うんですが、ちょっとそこまでは確認しませんでしたが、私が出場から聞いたのは、電話を受けて、電話でその質問にお答えをしたというのを聞いたわけでございますー君まあそこまであなたが承知してないなら、ご本人に聞くしかないわけですけれども、その後ですね、えー 3月,3月15日ですか、28年の3月15日、要するにごみが出てきたらどうのこうのという話が3月11日ですか、にごみ、えー、が出たよという話があった、ご、ま、み、あ、が本当にあったかどうかは別にしましてね、でその直後の3月15日に、えー、籠池氏が田村首相とおジャミーン首相でお会いしていると、こういう,う会話が、ですね録音テープがあー公開されました。 でそれについて、えー、最初はかあの証人はですね、えー、確認しなかった、確認、実際にやりとるかどうか確認しないということでしたが、最終的に5月の8日になってです、ねえー、そういう籠池市長、田村市長との会話であるということを認めたわけでありますけれども、実はこの会話の中でですね、えー がに言っておるんです昭恵夫人の方から聞いてもらったことがあると思うと、こういうですね、看護育氏の発言があると、で、えー、このことについてですね、えー、当時、えー、質問されて、証人はどのように答弁しておりましたか佐川証人。あの 申し訳ないんですがその私がどういう答弁を主催にしたかはもう全くその今資料もありませんけれども当時私がその田村室長が、えー、その籠池ご夫妻が。 財務省ににお見えになただ、そのったときししの,の私の,その田村室長から確認した答弁はですね、籠、え、池、ー、夫妻が3月11日にごみが出てきて、えー、それを何とかしてくれないと外交に間に合わないのではないかと、えー、大変強くおっしゃられて、田村室長の方からあの、その話は現場から聞いておりますので、近畿財務局の方うとよ,よく対応するようにというふうに言ってありますということのご返事をしたという の当時、玉名市長から私は聞きまして、そういう答弁をしております小川君。それでね、あの録音データの中で、籠、え、池、ー、氏がね、昭恵夫人の方からも聞いてもらったことがあると思うと、まあ、あそういうふうに発言しているわけです。うそうするると思い当たるのはね その前年のこの谷秘書さんがですねえ田村市長にいろいろ紹介したと、要望事項を伝えたということがそれに当たるんじゃないかと思うんですがね、それ以外に、ですねえこうしたあ昭恵夫人の方からも聞いてもらったことがあると言われるような出来事がありましたか川人。 あの私があの部下職員から聞いている範囲ではございません小川君。この昭恵夫人の方からも聞いてもらったことがあると思うという発言に対して、この田村市長は、あそれを否定はしていないようなんですからね、すなわち、まあ、明確にそれについてです、ね、やり取りをしてるわけじゃないんだけれども、どうも私にはそれを明確に否定してない。 つまり財務省、当事者ですから、第三者同士にのやり取りならね、えー、事実か事実じゃないかはあ分かんないんだけれども、当事者ですから、財務省は、田村市長は当事者の本人ですから、その本人に対してですね、籠池氏が昭恵夫人の方から聞いてもらったことがあると思うという発言があった際に、ですね、えー、田村氏はそれを否定してないように思うんですが、そうしたやり取りについて田村市長から説明はありませんでしたか。川人 あの先ほど聞いたような話を田村室長から聞きまして、でそれ以外にはそのどうだったのかとあの聞いたわけです、でそのときの,あの田村室長の私への,の回答は、すごくいろんなことを言われて、なおかつのご夫妻でこう、こう、わーっとこう言われて、本当によく分からなかったんですと言ったようなことを田村は私に言いましてあ田村室長は私に言いまして、そういう意味ではそういうご答弁も当時したというふうに記憶してございます。 いろんなことがいあ、やり取りだから、いろんなことのやり取りがあったことはそうなんでしょうけどね、私はその一点だけ聞いてるわけです、その要するに、えー、昭恵夫人の方からも聞いてもらったことがあると思うという籠池氏の発言はね、やはり、えー、何にもないのにそういう発言が出るということはないんだから、当事者に対してね、えー、当事者に対してそういう発言が出るということは、そういう発言があった。 あということは発言の前提の事実もあったんじゃない、あったんだろうと、まあ、私はそう判断してるんですけれども、ここ大事なところなんでね、えー、それについて、じゃあ、あの田村市長からですね、この昭恵夫人の方からも聞いてもらったことがあると思うという看護役氏の発言については、あ証人はあ特に具体的なことについてはあ、何も確認していないと、こういうことなんですか。 私が田村室長から聞いたときにはその個別の具体的なやり手も当然、私知しておりませんし田村室長のほうか,からの報告がそういう報告でありましたのでの私は田村室長の方からはそういうその現場で対応しますとその先方が、えー、新,し新たなごみが出てきてすぐ対応してほしいと言ったので現場で対応しますとあとについてはなんかいろいろ国際で口語におっしゃってて,っていう 報告を受けましたんで、その今、委員がおっしゃられた昭恵夫人に言われたみたいな話そのものを私その時に知りませんので、したがってその、その田村市長のたでそういう会話を交わしようがないということでございます小川君あの。で、またあのそれに関連した別の質問ですけれども、財務省。 ではです、ねまあ、答,弁す答弁者をなったんですけれども、あなた、あるいはです、ねえー、財務省の方がです、ねえー、答弁,のために答弁に、えー、をまとめるための事実確認として、えー、この秘書の谷さん、あるいは昭恵夫人とです、ねえー、直接確認したり、あるいは間接的でも何で、ね、か連絡を取ったことはありますか。佐川省人 あの私があ部下職員から聞いた範囲ではそういうことはありません、あの谷さんと田村室長との接触はその電話の一件だと私は認識しております小川君。そうするとその、谷さんが田村室長に紹介したことについて、谷さんがどういうふうに言ってるかということについては、証人自身は何も確認していない。そうするとど,どなたか政府の 政府や行政のほか、ね、の方、ほかの部署の方が確認したその情報をもらったことはありませんか。佐川省人大変恐縮ですが、今のはあの谷さんの質問の内容を田村室長以外から聞いたことがあるかということでございますかそういういいことはございません小川君。この 森友学園の国有地の払い下げについては、ゴミがどうだったのかということが、中心の争点になりました、会計検査院は、あ後から発見されたという3.8メートルとか、区位の9.9メートルのゴミについて、合理的な根拠がないと、このように指摘しております。一方でえ承認の答弁 あるいは理財局の説明はです、ね、そうしたゴミが出てきたからと、ゴミが出てきたという事実を踏まえてです、ね、値引きを行っているということになっていますが、この点について、会計検査院員からです、ね、そうした深いところのゴミについては、合理的な根拠がないという意見が付されたことについては、証人としてはどう判断していますか。佐川省人あの 独立した機関でございます会計検査への指摘は大変重く受け止めるべきだというふうに思いますただあの当時私どもが勉強したところで言いきますとその9.9メートルの杭3.8メートルのところそれから国土交通省がそういう専門家として工事積算基準を用いて計算したというのを私どもはそれは正しいというふうに判断したということでございます小川君 まあ、あなたはね、あの今あ自身はもう、理財局長の立場じゃないんですけれどもお、合理的な根拠がないという会計検査員の指摘を受けてです、ね、今現在、えー、振り返ってみてです、ね、やはりそうしたごみがあるという判断について、えー、客観的な根拠があないと言われてもおしょうがないなと、おそういうふうにはあ思ってますか。佐川省人あの会計検査員からそういういのきちんとして つまり、会見検査の詳細な記録を読んでございませんけれども、そういうご指摘があったということは重く受け止めますが、私どもは、えー、当時、大阪航空局と研究財務局の職員が業者と一緒になって確認をしたという、さまざ、あ、まなの写真なんかも含めて、委員の先生方、いろんなご議論をいただいているのは十分承知しておりますけれども、しかし、まあ、そういう新たなごみが出てきて、えー、ああいう積算をしたということについての判断は今、変えているわけではございません。小川君 えー、まだいろ質問、いろいろと取ますがね、えー、交渉記録、あるいは面会記録については、あ事務終了後、まもなく廃棄したというような、あこれまでの答弁をいただいていますがあ、この森友学園の問題がです、ね、平成29年の2月上旬にです、ね、新聞報道されて、その後国会でいろいろ質疑が。あ の対象になりましたこの時期にですね、えー、つまり、えーまあ、朝日新聞の報道、まあ、2月上旬ですけれども、この報道を契機に、さらにこの交渉記録、あるいは面談記録についてです、ねえー、あるのかないのか、あるいはあるとすればです、ね、それについて、えー、どのように、えー、対処するかということについて、改めて、えー、指示なり検討したことはありませんか。 川省ちょっと今のご質問は、えーと、報道が出て森友問題が国会でご議論が始まったときに、その交渉記録について、何らかの新たなその指示をしたかということでございますが、特、え、段、ー、の記憶はございません。まああのー 交渉記録等はです、ね、事務終了後、もう直ちに、まもない時期に、廃棄されているという答弁でしたけれども、しかし、実際にまだ残っているのがあるんじゃないかとかですね、そうした探索も必要だと思うんですよね、そうした再度の確認ということはしなかったんですか。佐川 そういう規定について述べたということで、えー、そういうことでございました申し訳ございません。小川君、総理がですね、えー、2月17日ですかあ自分やあ妻の関与があればあ総理も辞めるという趣旨の答弁がありました。あこうした総理の答弁を受けてですね特に証人、えー、あるいは財務局の方でですね答弁に対する姿勢と いうものについて、えー、影響はありましたか?。小川省人。あの、私もあの場で予算委員会で、あの、聞いておりました、一緒におりましたんで。えー、でもあ、あの、あの、総理の答弁と前と後ろで、私自身が答弁を変えたという意識はございません。うん、小川君。 あのまあ、一番冒頭ですか、委員長の質問に対してです、ね、す、え、べ、ー、て、えー、私の責任だというような趣旨のご発言がありました、これはですね、えー、いわゆる事実として、あなたが責任を持って、えーえー、行ったことかということなのか、そうではなくて、あなたが理財局長という職責にあったので、えー、その当時の不祥事は全部局長の自分にあると、こういう趣旨ですか、どちらですか。 私が担当局長であったということで、ひ、えと、ー、に責任を私にあるということでございます。